さあやっていきましょう、模式をシリーズ、6月号かな6月最終日にもうギリギリ時間いっぱいギリギリであげる。ちょっとね、動画投稿者としてどうなのかなと思う。そういう面もなきにしもあらず、6月最終週に5月の終わりから始める6月最終日に5月の終わりから始める焼きつく実況です。どうもアザラシです。さあ1ヶ月分をね足早にやっていく。とりあえず関根投げさせて、あ、関根で負けた、珍しい。んで、ガンちゃんの前に誰か藤井投げさせてよ。藤井の勝率がすごい。うん、一時期のヤギみたいになってるな。勝率がすごい。ガンちゃんでも勝ってますね。もうマジック点灯してもいいよ。地元の商店街にマジックが点灯してもいいくらい。まあ、現実の日ハムはね、最下位を独走してますよ。交流戦も終わって。もうどうしようもないな。日ハムに関しては。ね。よかった。お金いっぱいあるわ。なんかめちゃめちゃお金あるわ。6億もあるわ。どうしよう。お金いっぱいあるわ。社長、お金いっぱいあります。これどう使いましょうか。もう負ける余地がない。ここまで来るとな、4年も焼きつくやるともう4年もやるともう黄金期を迎えてしまうね。ファンクラブ1万人多いの少ないの。オッケーオッケー、練習は厳しい。まあまあそれは一理ある。そして一人新人を見つけてきたようだ。ドラフト候補とちょっと挨拶しちゃおう。高校野球というかアマチュアの野球はあんま知らないからさ、あんまり俺は知らない。可能に島原、ああ、わあ、ちょっと今本読んでみたよ。本読んできた。また焼きつくパーフェクトブックをね、見てみたけど、あ、この島原はダメだな。超早熟早めというね、感じで。まあね、赤いうちにすぐピークが来てすぐ引退するって感じだな。あのはまあ、普通早めって感じで、こうだ CCDCD で伸びはしないけど最初の初期値が高いみたいなタイプの選手ではありましたが、いるかって言われたらまあちょっともうちょっとなんかじっくり育成する選手が欲しいよね。ということで加納と島原については欲しいかなって言われると、まあちょっと今はいらないかなって感じの新人ですね。新人指名しねえっていう、オーガスト、リンゴ、オーガストすごいんじゃなかったっけ。ちょっと調べさせてね。オーガストちょっと調べさせてください。オーガスト調べさせてください。はい、調べてきましたけど、ちょっとオーガストも獲得は見送りかな。リンゴの方がまだちょっと面白さはあるね。中日のリンゴ、ただまあそれもまあいるかと言われたらいらないかな。オーガストは、早熟普通タイプだったから、28歳の時点でもうすでにあともうピークを迎えてるって、この1年だったらまだ活躍する余地があるけど、まあ、この今年1年使うか使わんかっていう感じね。でも野口いるから、まあ、別に野口使えばいいかなっていうところで、まあオーガストの活躍は、うちのチームではちょっと難しいのではないかなというところですね。リンゴは30歳だったからな、たとえ慢性タイプでも、厳しいかな。アイテム開発を久しぶりにしよう。いる？アイテム。いるかな？ 5000 万で4ヶ月。あれ？ 5000 万で4ヶ月。いや、ダメか。次の条件なんだっけ？もう記憶は定かではないな。5000万で、6ヶ月。あ、ダメ。どういう条件なら
ものを作ってくれるのか。お金出したくないな、お金出したくないな。1億で、3ヶ月、うん、1億で4ヶ月。あ、1億で4ヶ月か。いるか、いるか。アイテムはいるか。グッズはまあともかくとして、グッズ1億はもうほんと貴族の遊びというか、富豪のたしなみみたいなところあるけど、グッズはまあギリギリ出していいかな。はい、焼きつくを一月ぶりの焼きつくを楽しんでます。5000で4で作れたと思うんだよな。5000で4、3000で4、あ、3000で4でいけるな。3000で4で、3004でお願いします。グッズお願いします。なんかこう層ごとにね、最初は500万円1ヶ月ぐらい作ってくれて、次が、いくらぐらいかな、5000万円で1ヶ月ぐらいだったかな。ちょっとここ定かではないけど、そういう感じで層ごとにね、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4ぐらいにな感じで、作れるグッズとかアイテムとかあるんでね、その額はこうレベルごとに あるんだけど。テーマパークどうしよっかな、いるかな。いる、買っちゃおう。決算が厳しいっつって、まあなんとかなるだろう。つき始めだからなんとかなるよ。作っちゃおう。うん、大丈夫。特に他にすることはないな。チケットの値段が4000高めかなと思うけど、どういや、いけるね。優勝街道を爆進するうちのファイターズにおいて、そんな気にすることはない。客の入りを気にすることはない。多少高いチケットでも観客は見に来てくれるはずよ。よしよしよし。ちょっと調子悪いのが俺な。清宮か、清宮の4番を外すことができないので、そこはそのままいきますよね。ガンちゃん10勝4敗。ガンちゃん若田部か。まあ10勝5敗になったな。ちょっとホークサイ的負けが。現実のハムの話しようか。現実のハムね、交流戦終わって最下位独走してるんだけど、確か昨日かな、一昨日ぐらいにパリーグの全球団の、パリーグの残り5球団の全ての借金を一身に受けて再開みたいな状況ですね。テレビとかでコンパとか言われるけどさ、混戦のパリーグとかって言われるけど、1球団だけ蚊帳の外みたいになってます。何が悪いのかな。まあ全部悪いんだけどな。今の日ハム全部悪いから、まあまあ何も言うことはないんだけど。現実の方の日ハム、現実の日ハム、もちろん清宮は出てないしね、中田翔さんも出ないしね、センターラインも弱いんだよな、なんだかんだよな。渡辺もダメだしさ、なんかもう渡辺、石井和成、清水雄心、今の日ハムの正捕手の名前が言えない。優しい心と書いて清水だったと思うんだが、清水優しい心言えないとか、センターラインがね、この石井和成、渡辺、この清水の3人がさ、まあ いわばセカンドとショートとね、キャッチャーの、まあ、いわゆるセンターラインになるんだと。あ、これにプラスセンターだと思うけどさ、なんならセンターも西川もあんま打ってないし、太田も打ってないしっていう感じでね、もう希望がねえよ今の日ハムには。夢も希望もない。いや、万波か。あ、最近なんか万波のすごいいいプレーを見たわ。そういえば万波はようやっとってな感じでね、まあハムファンなりには楽しめる試合は、まあ、ちょいちょいあるけど、交流戦の時打ってたワンボールも今最近またちょっと打てなくなってるしね。今日は勝ってたけどね、今日はマー君相手に勝ってたけどね、うん、勝ってたんだって。勝ったよね、多分勝った。あやふやだな。
昔ケーブルテレビだった頃には日ハムギャオラとあれギャオラともう一曲あったよね、日ハムの試合が見れるチャンネルが、あの2つをずっと見て日ハム見れてたんだけど、今はその衛星とかで時々ね日ハム戦やってたら見る程度のにわかぐらいの濃度でしか日ハム戦追ってないんですけどもね。広くテレビで映ってる試合をなんとなく見るっていうにわかな楽しみ方をね、まあ濃い野球ファンじゃないんでね、薄い野球ファンなんでね、なんてなこと言っておりますけどね。今年はねセリーグの方の、まあ、阪神が面白いなというな、面白い阪神が見れるので、まあ、そっち見て満足してます。阪神ファンかって言われると、まあここはちょっと微妙に分からんなっていうところだけどね、阪神ファンではないなと。まあ野球なんでね、見れるやつが見れて楽しめるのが一番安上がりというかね、どの球団の試合もまあそれなりに楽しんで見れるっていうのが一番安上がりなんじゃないですかね、それなりに知識があればね。すごいひいきがあって、もう日ハムのことはめっちゃ詳しいけど、でも一方でソフトバンクの選手のことは全く分からんとかいうのはよりは、なんか広く浅く全球団のなんかふわっと分かるっていう方がね、当たれるじゃないの。ちょっと僕は分からん、あの選手の誕生日が何月何日で、誕生日が血液型が何型でとか、そんなね、そういう、まあ、楽しみもあるんだろうけど、ちょっとそこまではいかないな。まあ FFFF もね見れないしね、ここの地、まあどこかでバーッと遊べばいいんじゃないですかね。矢野に特に期待するものはない。そして選手がまた見つからなくなってるな、どうしようかな。新人の検索探索方法を変えるか、外野はあの2人ぐらいしか見つからなかったから、内野かな、次は中断。このまま探索を続けていてもいい選手は見えないし、取れないでしょう。内野手で指定なしで関東何でも打ち返す、おー球より早くホームラン量産、いや違うな、何でも打ち返せない方が良かったかもしれないな、順番的に。内野手で欲しいのは長距離砲かな、セカンドの方、正捕手が欲しいか。うちのチームセカンドは、あ、いらないわ。金子がいるのにセカンド欲しがるなんて、なんて罪作りな。いや、内野は若いな。小笠原ぐらいのもんだし、小笠原のところには、うん、森本一人が来るから。なるほどな。しかし、こう見ると、うちのチームすっげえな。1番新庄が3割7分5厘。2番小笠原が3割8分16本、3番坪井が3割1分7厘、そして4番清宮2割5分しかし43打点で、5番ドウ3割9分3厘、すげえな、5番ドウすげえな。でまあ金子打って、平下打って、この下位の3人がチンチクリンだけどな。ここちょっと変えたらもうちょっと、ここ例えばワイカに変えたらもうちょっと打ったりとか、ここ田中健介を東に変えたらもうちょっと打ったりとか、あるとは思いますけどね。まあ、これ以上打ってもまあ、オーバーキルになっちゃうからね。ご覧のようにオーバーキルになっちゃうから。うちも打ったり。もううちも打ったり。オバンド。どうなっとんな、このオバンドは。バランスブレイカーだろ、オーバンドは。BB でなんでこんな打てるんだよ。不思議だよ。不思議すぎる。ゲーム破綻してんな。ゲーム制作者がオーバンドというバグを、この焼き付けに仕込んだような感じだ。3戦で負け、またオーバンド打ってるわ。負けてもオーバンドが打ってる。知らねえよ、バンドなんて、もう現代の若者は。俺もあんま知らないもん。テレビでおバンド打ってるところそんなに知らないもん。もう昔のビッグバン打線だからさ。地上波でおバンド見れることなんてないよ、それ。
俺がこの当時の焼きつくの時代で、日ハムのことで知ってるといえば、フランクリンっていう選手がいて、そのフランクリンが、フランクリンが、阪神にトレードでやってきたかな、なんかで。全然活躍しなかったなってことぐらいで、フランクリン。両打ちの指名打者でな。阪神時代全然活躍しない。そりゃそうだよ。そりゃ活躍しないよ。指名打者だった。どこ守らすの？福井正幸、即戦力。ほう。ちょっと一瞬止めて調べさせてもらってください。調べたけど、なんだろうな。なんとも言えない選手だな、これは。もう任せるにしとくかな。そんなにはいらんかな。成長タイプが超早熟だったんで、まあ、24とか26、24だっけかな、26かな。で成長のピークを迎えて、その後の、衰えが普通タイプだったんで、超早熟が普通という、まあ、本当に活躍期間の短い選手で、しかも、まあ、能力値で言えば、初期値がちょっと、高打と長打が CC で悪くはなかったけど、だからといって、それがすごく伸びていくかというとちょっと微妙かなっていうね、なんとも言い難い選手だった。グイン。なんか足は速くなる。ファーストでね。いかないかな。今のチームが順風満帆すぎて、そんなになんか、こういう選手が欲しいっていうのは特にそういう希望がない。欲がなくなってる。黄金期を迎えて欲がなくなってる。金も潤沢にある。金もな。テーマパークを作って。金も潤沢にある。おバンドめっちゃ打ってるなって思ったけど、松中も めちゃくそ打ってるし。なんなら松井と一郎が打率争い、すごい打率争いしてて、おバンドも3位に沈んでるのね。4割打ってたな、松井な。まあ、その松井秀喜もそうですけどさ、マジっすか。ああ、絶対いない。長打打てましたってことは絶対ない。立山か。あ、必要な存在であることは確か。出すことはない。ただ、立山自身の活躍については、うちのチームとしては、もうちょっと頑張ってほしいなっていう思いが強いですね。立山はね。なんなら立山先発させようか。先発したいかな。先発させてみるか。立山先発見てみるか。どうしても立山が投げたがってるんで、ね、今回は特別にホークス戦に立山を先発で使ってみたいと思います。赤田出す。いや、赤田出さんな。金子の調子あるんだよね。これ見ましょう。今回このアンドっていう、アンドリューからの一戦見ていこうじゃないかなと思います。月に一度のね、月に一度の焼きつくの試合を見ながら、だらだらと最近のプロ野球とか語る、そういう時間です。特にカット編集とかも入れずにね、だらだらと喋ってきます。実況者の腕の見せ所と言いたいところだけれども、別にそんなに喋りテクニックあるわけではないっていうね。最近ね、ゲーム実況の指針の一つとしている、ルーツ。低級の作者のルーツ先生。ルーツ氏がね、FF3 の実況をしてるんですよ。知る人ぞ知る、ゲーム実況になってると思うんだけどね。FF3 をひたすらなんか、実況してるんすわ。なんか、夜6時ぐらい、午後6時ぐらいに必ずアップロードされるみたいな感じで、FF3 の実況をね、してるんですよね。あれが、その産直というかさ、自家絞りみたいな、ああいう実況が、いいよね。よくないけどね。全然その、現代のゲーム実況界隈というか、
現代の YouTube のメインストリームではないような。打つじゃないの、俺が切り替えた瞬間に打ってくれるじゃないの。うん、どういうことだよ。なんで俺が切り替えたら皮打つんだ、清美。話してる途中なんだ。そういうとこ清美は空気読めてないな。あのルーツの実況をちょっと見て励みになってる。うん、なんかな、やっぱこう凝った動画もまあもちろん、あのなんだろうな、凝ったで力を入れた動画、もちろんそれが一番だとは思うんだけどもね。だからちょっとなんかこう、それが、それしかダメってわけじゃないというか、うん、荒削りでなんかもう、ただ喋ってるやつ、喋りたいから喋る、ゲームしたいからして、喋りたいから喋るみたいな、そんな風な動画をね、上げていければいいのかなっていう風なことを最近思いますね。伸びるとか伸びないとか、そういう、なんか、人がいいと思うとか悪いとかそんなんじゃなくて、まあ、とりあえずなんだろうな、やりたいことをやってみるというか、惰性でもなくさ、ゲーム実況はしたい、そういう人種であるべきだなと俺はゲーム実況に対しては思ったね。改めてルーツの実況を、まあ、全然見てないんだけどさ、ちょろっとなんか10分ぐらい見たら、まあもうお腹いっぱいだな、この実況はっていう感じになるんだけど、それがいいよね。なんかこう骨の髄までむしゃぶり尽くすような感じじゃなくてさ、ドーンとこうでかいこうスイートブールみたいなこうパンがバッと出てきてさ、もうお腹いっぱいだなみたいな、もうちょっと一つまみして食ったらもうスイートブールはいいかなみたいな感じの実況をね、うん、満腹感はあるじゃん。それでもすっごいちっちゃいこうレアチーズケーキみたいな一かけらがポッとこう出てきててさ、それ一かけ食ってもさ、なんかもう夜中いっぱいとはならないやんね、そういうね。でも机いっぱいのスイートブールがバーンと出てきて、あーちょっと一つまみ食ったけどもういいやっていう感じの、そういう満腹感を味わえる実況を心がけていきたいなと思うわけですよ。どんな実況かは知らんよ、それは。多分相当中身のないスカスカの実況だと思うけどさ、ぎゅうぎゅうに詰めてるな。でもそうカットカットカットで、そう0コンマ何秒をこう節約してね、もう一回でもいいから再生数を回そうって、そういう風な、まあ、それが YouTube の動画と言われればそうなのかもしれない。しかしゲーム実況はどうだ。ゲーム実況にまでその論理を持ち込んでしまったらさ、うん、まったりとした時間がなくなってしまうじゃないか。それも思った。まあ、いろいろなのがあっていいと思う。これが正解はないんだけど、これしかダメってことはないというかね。ということで、清宮の打席です。あ、小笠原走らせてもいいな。でもツーストライク追い込まれたからもう走らせられないな。清宮シリーズって始めたんだぜ、この実況さ。4年目だけどさ、もう。4年目で清宮がまさか2軍から1個も上がってこれるとは思わなかったね。うん、まあ、まだまだ4年目だよ、清宮、うん。まだまだ4年目。これからまだどんどん良くなっていくとは思うよ、まだね。一抹の不安をよぎるよね。日ハム、早稲田、そのあたりでさ、斎藤佑樹という悪しき前例があるからさ、まあ、悪しきとまでは言わないけど、なんならまだ清宮より境も斎藤佑樹とかまだ活躍してるからね、悪しきとは言えないよな。だけど、やっぱこう、鳴り物入りで入った選手が活躍しないっていうのを、うん、しかも何球団強豪みたいな、そういう選手が活躍しないっていうのを過去に経験してるとさ、やっぱこう、不安になるよね。清宮がもしかしたらこのまま本当にダメになっていくんじゃないかっていうね。なんでなんだろうな。まあ、なんでなんだろうな。まあでも高校ね、プロ野球って言ったってさ、あの、活躍する期間というか、甲子園で活躍して、プロ入りしてってなると、まあ、まあ、リトルリーグとかの時代を入れなかったとしたらさ、高校時代の3年間で、なんというか、形になってプロ野球に入ってくるわけじゃない ?3 年間で。3年間経った高校3年の時点で他の選手とは違ってすげえなっていう選手が入ってくるんだけど、プロに入ってから3年間と、
高校時代の3年間って濃さで言えば多分プロに入ってから3年間だから、その3年間のうちにたとえちょっとこう最初は差があったとしてもさ、すごく大きく溝を開けられるってことはあるなって思うからさ、清宮が高校時代すごかったって言ってもう3年経っちゃうとさ、高校時代の積み重ねた3年とプロで入った3年間と比較してさ、もうなんかプロで3年間、高校時代はそんな大したことなかったけどプロに入ってから3年間頑張りましたっていう選手になんかもう負けちゃうんじゃないかなみたいなね、一抹の不安が、清宮が本当にもう活躍できないのではないかという。あれ俺今日ってさピッチャーずっと立山投げさせてんだっけ、変えることなく。立山投げてくれたのか、投げてますねなんか普通に立山投げてたね7回2失点でまとめてるんだが、立山が、長継ぎの立山がちゃんとやれてんじゃん。もしや立山先発でいけるタイプの立山だったのかしら。うちのウィルソンがいいシンカーですね。左ピッチャーに対してのシンカー、立山じゃないけど、まあ、ハムの守護神を一時期やってた、ヤクルトから来た、秋吉がさ、サイドハンドじゃない。似たような感じのピッチャーだと思うんだけどさ、あんな一時期抑えとして使ってたのに、最近怪我から上げて出てきたら、あっさり打たれまくってさ、不思議なぐらい打たれまくっててさ、なんでなんだろうな。そんなに違う球投げてるような気がしないんだけど、打たれるんだよな。プロ野球ってすごいよな。何年間も連続して活躍できる選手ってのは、本当にすごいんだろうね。プロ野球っていう世界はね。秋吉もめちゃくちゃ打たれてるの見て、もう普通に、めちゃくちゃっていうかもう、めちゃくちゃ打たれてるわけじゃないんだよ。すごくいい球投げてるのに普通に打たれるっていうのに、すごくなんか不思議な感じがする。した。しましたね。ミラバル投げさせようかな。どうしようかな。まあ、調子のいい選手を投げさせた方がいいかな。清水。じゃあ、清水じゃない、桜井ね。まあ、プロ野球じゃないけど、大リーグの方ではね、大谷がすごく打ってますね、ホームランをね。うん。そう、さっき松井の話と絡めて言おうとしたんだけど、まあ、大谷もね、まあ、大リーグ記録、松井の大リーグ記録抜きそうな勢いだよね。松井が30何本だっけ ?35 か31か、それぐらい打ってるんだけど。今日大谷28打ったんだったかな。だから、まだ試合数で半分ぐらい残ってるのに、まあ、このままの調子で打ち続ければ、まあ、普通に大谷が、プロ野球じゃないわ、大リーグ、松井の大リーグのホームラン記録は抜きそうな勢いだなって思いましたけどね。最後ミラバル投げさせてもらえ、そのまま桜井で抑えちゃった。桜井安定してんな。桜井安定してるな。桜井いるからいいんだろうね、防御率もね、うちのチームね。先発立山も悪くなかったな、普通に悪くなかったな。いやこれ向かうところ敵なしだな。敵なしすぎてちょっと怖いわ。うん。なんでこんな上の上位打線の選手はこんなに高い打率を。栗山英樹か。おお、違った、高木豊だった。全然違うじゃねえか。高木豊か。セカンドだっけ。まあ取れたら嬉しいけど、もう間に合わんだろうね、うん、オッケー。
へい、全然問題なし。スタッフの心をおもんぱかってるね。高木豊か。一応見とく、高木豊か。まだ間に合うかどうか。いやー、でも言っても、絶対活躍するんだけどな。絶対活躍するんだけど。まあ、間に合わんよな。こっから追いかけてももう間に合わんよな。ベイスターズに。ええ、まっさやな。悔いはギリギリだけどな。まあ、一番のネックなポイントはあれだね。ファーストってとこだね。ファーストはまあ、大砲もいるし、清宮もいるしってことで、ちょっとこう、飽和状態なので、ちょっと間に合わないかなって感じで、ね。そう、スタッフ交代見とかないと。もしも栗山英樹がいたら、監督に迎え入れないと。栗山いないね。堀内と土井、そして杉下茂ですね。うん、有田修造もいるね。キャッチャーはまあ、また長いけど。杉下なんてね、いたらね、まあ、堀内、カーブを覚えさせたかったら堀内かな。堀内、カーブの特殊技能じゃなかった、特殊コーチ連じゃなかった気がするからな。杉下は、まあ、めちゃめちゃフォークの教えるのがうまいので。まあ、フォークボールピッチャーがいるんだったら杉下がいれば、まあまあまあ、めちゃめちゃ目覚ましく成長しますが、といったところでしょうか。はい、ってな感じで、喋り通しましたが、まあ30分ですね。こんだけ喋っても30分で収められるというのは、うん、コスパがいい。まあ、見る方としたらね、アニメ1本見るのとこの動画の見るので、どっちがこう有意義な時間かってやると何とも言えないところがあるけどね。暇な人が見るかもしれん。実況論についてはまあ語る前、対して語れるほどのことは持ってないし、実力もないのでね。てな感じで、今回はこんな感じですね。6月号でした。もう明日から7月になりますので、またね、暑くなってはきますが、プロ野球盛り上がっていけばいいんじゃないでしょうか。まあ、オリンピックもあるのかな、来月はね。てな感じで。こんなこと。